トレモント通り地下道の時間の経過に伴う拡張。トレモント通りサブウェイはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン地下鉄のトンネルである。このトンネルは1897年9月1日に運行を開始し、北米で最古の地下鉄道トンネルである。もともと地下鉄用トンネルとして作られたものではなく、トラムを地上の交通から分離するために建設されたものである。現在、 このトンネルはボストングリーンラインの中心部になっており、ボイルストン、パーク通り、ガバメントセンターの各駅を接続している。当初、トンネルはボイルストン駅とパーク通り駅、及びスコライ広場駅とアダムス広場駅を結んでいた。しかし、ガバメントセンター駅とボストン市役所駅が1963年に営業を開始した時、アダムス広場駅は閉鎖され、スコレイ広場駅は 完全に改装再建された。同時に、北のトンネルは、ヘイマーケット駅の方向に移動されたが、元の南のトンネルは維持された。現在、トレモント通り地下道は、アメリカ合衆国国家歴史登録財のアメリカ合衆国国定歴史建造物に登録されている。1897年当初、トレモント通りの地下に中心となるトンネルが掘られた。このトンネルは、 パークストリートで終わり、南側で分岐していた。西向きの分岐線は現在も使用されており、ボイルストン通りをバックベイに向かって走っている。もう一本の分岐線はトレモント通りの下に続き、プレザントストリートインクラインで地上に出る。この区間では路面電車の路線が南西にトレモント通りのエグレストーン駅とブロードウェイのサウスボストン駅に向かっていた。 トラム路線は1961年に閉鎖されたが、トンネル区間は現在も存在している。元の入り口は、ノースステーションのボストンパブリック、ガーデンとプレザント通りにあった。ルートが拡大するにつれて、コプリー広場とケンモア広場の東にある他の入り口は閉鎖された。ボストンの地下鉄道は、当初から1880年にフランクス・プレーグによって、 パンタグラフが発明されたことにより、河川を使う電気式トラムを使用していた。今日では現代的なシステムが使用されている。このトンネルの最初の所有者はウエストエンドストリート鉄道であり、後にボストン高架鉄道に引き継がれた。1947年にトンネルは公的機関のメトロポリタントランジットオーソリティの所有になり、後に マサチューセッツワン交通局に再構成された。ありがとうございます。